フェルナンダ・メルチョールはメキシコのベラクルス州出身の作家、ジャーナリスト。ハリケーンの季節が中でも有名。彼女は様々な賞を受賞しており、2020年にも国際ブッカー賞の最終候補にノミネートされている。1982年にメキシコのベラクルス州ボカデルリオで生まれる。ベラクルス大学でジャーナリズムを専攻し、フランスのレンヌ政治学院で、 政治学の学位を終了。プエブラ栄誉修立自治大学で、美学芸術学科で修士号を取った。現在では、ボカデルリオにある母校のベラクルス大学で、コーディネーターも務める。マイアミではないと、偽のウサギを2013年に同時に出版し、文学作家デビューする。彼女の作品は、デビュー前から2018年までに、数多くのアンソロジーや雑誌に登場している。 2015年にはイギリスの文芸祭フェスティバルとメキシコの文化庁共同で編纂した40歳以下のメキシコ作家20人によるアンソロジーのための作家としても選出される。2017年にハリケーンの季節を出版。彼女はこの小説で近年ラテンアメリカ地域全体で社会問題になっているジェンダーに基づく暴力の現実にフォーカスを当てている。 この作品で彼女は2019年に国際的な文学賞をいくつか受賞。ハリケーンの季節では彼女はピリオドをなるべく使わない長文のスタイルをとっており、その中で巧みな言語を駆使して語りかけるような文章が特徴的である。ハリケーンの季節は現在英語、フランス語、ドイツ語に翻訳されている。ハリケーンシーズンバイ、フェルナンダメルチョールレビュー。 インテンスインベンティブザガーディアン2020年8月10日閲覧英メキシカンノベルコンジャーズエーバイオレントアールドティンジドウィズビューティザニューヨークタイムズ2020年8月11日閲覧ザインターナショナルブッカープライズ2020ザブッカープライジス t h e b o o k e r,、P、r i z e s c o m 2020年8月7日閲覧。メルチョール、フェルナンダ。リタリトゥーッタ、インバ、ゴブ、MX。2020年8月7日閲覧。メルチョール、フェルナンダ。リタリトゥーッタ、インバ、ゴブ、MX。2020年8月7日閲覧。クリティサイズも、ファルサリエブレ。w w w c r i t i c i s m o c o m 2020年8月11日閲覧。エフメルチョール、グラビタープロフィール。ja.gravatar.com。2020年8月11日閲覧。テンポラーダでウラコニス、ラヌエマノベラで、フェルナンダメルチョール。ガトーパルド。2020年8月11日閲覧。ローザラ、ルーカスイベリコ、ノットカダルシスバットベンジェンス、ザスタートリングフィクションオブ。 フェルナンダ・メルチョール。一瞬0027から8378。https.www.thenation.com.article.culture. ハリケーンシーズンフェルナンダ・メルチョールノベル。2020年8月11日。閲覧。in. ハリケーンシーズンワーズ・スワール・ワイルド・アンド・ダーク。npr.org。2020年8月11日。閲覧。 ローザダ・ルーカス・イベリコ、ノット・カダルシス・バット・ベンジェンス、ザ・スタートリング・フィクション・オブ・フェルナンダ・メルチョール。一瞬零零二七から八千三百七十八、https、www.thenation.com、アーティクル、カルチャー、ハリケーン・シーズン・フェルナンダ・メルチョール・ノベル、2020年8月11日、閲覧。オブラ・パブリケダ。 エンサクロペドジャデラリタリトゥーラ EN メキシコ FLM コニカルタ。WWW.elem.mx.2020 年8月11日閲覧 AB フェルナンダメルチョールリターエデルアウトはエンサクロペドジャデラリタリトゥーラ EN メキシコ FLM コニカルタ。WWW.elem.mx.2020 年8月11日閲覧 キエンエス、フェルナンダメルチョール・ワイポルケレシービオ、エルプレミオ・インテルナショナル・デ・リタリトゥーラ。ファー・レン・ハイト・マガジン。2020年8月11日、閲覧。フェルナンダメルチョール、リタイエ・デル・アウトは、エンサクロペド・ジャ・デ・ラ・リタリトゥーラ・ EN メキシコ、FLM ・コニカルカ。www.elem.mx.2020 年8月11日、閲覧。 ありがとうございます。